どかな日差しがいっぱいに輝いている午後のお話。おや、モグラが顔を出しました。お日様はキラキラ笑っているのに大丈夫ですか、モグラさん。ほらほら、言ったでしょ、モグラは光に当たると死んでしまうんですよ。子供モグラのクロちゃんはお母さんに言われたのに忘れたんですね。ああ、よかった。ふうふうと大きな息をして、モグラのクロちゃんを目を回してそのまんま寝てしまったようです。冒険したいと思っていた子供モグラのクロちゃんは夢を見たのです。右の手をさっと上げるとバラバラになったロケットがすぐに飛んできて組み立てられました。モグラのクロちゃんは胸を大きく張って威張っていました。じゃあロケットくん、火星までちょっと頼むよ。わあ、いいなあ。私たちもクロちゃん号に乗って火星行ってみましょう。宇宙服をつけて、マスクも忘れないで。赤い革の長靴も。あらあら、靴は頭へ履いておかしいわ。そうそう、足へちゃっと履くのね。ロケットの点火スイッチを入れます。さあさあ、皆さんも早く早く。です、乗り遅れたのは。クロちゃんの仲良しのシロちゃんもね。ハンカチを一生懸命に振って、ロケットはもう遠くへ行ってしまったのに。大空には真っ白な雲が二つ遊んでいました。僕の方が強いぞ。僕だい。ダメですね、喧嘩なんかして。危ない、クモさん、そこどかないとロケットが。ああ、破けちゃった。クロちゃんの運転ミスです。よかったですね、元のクモさんになれて。ロケットはものすごいスピードで火星へと飛んでいきます。いよいよ到着です。
クロちゃん、スキーとはいいことを考えましたね。火星モグラです。クロちゃん頑張って。クロちゃんピストルを出しました。あらら、懐中電灯が、わあ光です。あ、よかった。火星モグラは逃げ出しました。クロちゃんが何かに追われています。クロちゃん、変なところに登って平気ですか？長首犬です。変な形の火星人が盛んに長首犬の首をゆすっています。クロちゃん、しっかり首に捕まってて。あー、とうとう飛ばされてしまいました。クロちゃんを長首犬の首から振り落とした火星人たちは大喜びで踊っています。随分変な踊りですね。それはそうと穴の中へ落ちたクロちゃんはどういたんでしょう。おや、クロちゃんが火星人の足を穴の中へ引っ張り入れるつもりです。いっぱい引っ張られた火星人はぐるぐる穴の中で回っています。火星人の大将が怒って穴の上に立っています。横の穴からクロちゃんの懐中電灯が。あ、火星人も光に弱いんでしょうか。クロちゃんは強いんですね。クロちゃんが何か言ってますよ。僕は一番強いんだぞ。助けてー。あんなリバルからクロちゃんは地球へ墜落です。クロちゃんはお昼寝から覚めてこんなことを言いましたよ。モグラの僕はやっぱり地面の僕が一番いいな。